それじゃあせっかくなんでこちらの車両製作を担当した AP ガレージの奥村さんにお話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回車がジャガー F タイプということでちょっと珍しい感じなんですけれども、はい、これはお客様が持ち込みで。そうですね、お客様が持ち込まれてこの車でエアサス組んでベタベタにしたいということで。これ F タイプもこんなにカスタムできちゃうんですね。そうですね、もう基本的に言ってもらえれば何でも全部作れるので。なるほど、はい、でカスタムの内容としては今回どんな感じでしょうか。今回内容としてはエアサスとでエアサスで着地させるためにナックル加工でホイールとフロントリップサイドステップリアディフューザーっていうような感じですね。なるほど、はい、これエアサス F タイプ用があるんですか。はい、いや、今回それも全部作りました。あ、そこから、はい、そこから手掛けてるんですね。はい、なんでもうこれで F タイプ用のデータも取れてるんでもう次回からは。あ、そうなんですね、はい、まあ、そんなにいるとは思えないんですけど、はい、じゃあもう設定がない車種もご相談いただければ、はい、そうですね、何とでもそういったこともできるかもしれないっていう、はい、なるほど。で足回りの加工なんかもできちゃうんですね。そうですね、基本的には何でもできます。やっぱりその辺は必須になってくるんですか。そうですね、今これ20インチでここまで被ってるんですけど、これすごいっすね。はい、そうですね、ナックル加工してないとこのフェンダーの位置がちょうどホイールの上この辺ぐらいで止まってる。ああ、なるほど。でそうなるとサイドステップも浮くしフロントバンパーも浮いてくるんでやっぱ全然見た目が変わってくるんで。なるほど。その辺をまあ30ミリほどショートにすることによって下がるようにしてます。じゃあ全てこの完成形の上で全部やってあるんですね。はいはい、そうですね。じゃあホイールのこのインセットも光白の前提で、はい、そうです、ショートナックルにしてギリギリかわすように作ってあります。なるほど、はい、すごいクリアランスに行っております、はい、収納されてます。そうですね。で今回こちらロティフォームのホイールを履いていただいてるんでデモカーとして展示させていただいてるんですけれども、はい、こちらはお客様が。そうですね、選ばれたデザインですか。はい、そうです。なんかこだわりとか。そうですね、まあ、あのロティフォームの中でも比較的その新しいデザインで確かこれケンブロックも履いてるデザインだったんですよ。で、まあ、そのイメージちょっとスポーツ色の強いイメージであえて、まあ、これホイール自体は20インチなんですけどジャガーちょっと車格が大きいんで20インチでステップリムだとちょっと小さく見えすぎてしまうので、はいはい、あえてこのリムをステップリムじゃなくてリバースリムを選んでます。なるほど。もうこう1段あるとディスクがちっちゃくなっちゃうんですね。そうなんです、1段あるとなんで19インチディスクになってしまうんでこれはもう20インチディスクで仕上げてあるんですね。その分、まあ、ある程度大きくも見えるし車高の低さも実現できるっていうような感じですね。これピアスボルトは、はい、50対50になってるのはその辺もこだわりですか。これ出しすぎちゃうとやっぱりちょっとごちゃごちゃした感じが出ちゃうんで。そうですね、このデザインだったら多分こっちの方がいいと思います。はい、これ確かフェラーリのあれだよね。もうやってます、はい、うん、あそうですね、レースなんかでも今48チャレンジですよね、はい、今アメリカでかなり注目の、はい、これのキャストが出た、出ました、出たんでね、はい、このキャストモデルもあるんでその辺もかなりおすすめでございます。そしてエアロはこれはどちらのエアロになるんですか。エアロはマックストンデザインっていうところの。マックストンデザインですね、はい、そうです、エアロになります。なるほど、これもなんかちょっと薄いのがベタベタにした時に似合いますね。そうですね、はい、着地した感があんまりごついのつけるとめり込んじゃうんで、あ、でバンパーとか押し上げちゃうんで、まあ、できる限り薄いやつを選んでます。そんなエアロも、はい、フロントサイドリアでついてるんですかね。リアまでついております。であと今回の車は大人の事情でちょっと詳細は控えますがマフラーも純正じゃないものがついてるってことで、はいはい、出口は一応純正形状で仕上げてあります。出口これ純正形状なんですね、はい、なるほど。この中身がちょっと、はいはい、そうですね、大人の事情でゴネゴネしてあると、はい、なるほど。これ今回のショーでもかなり目立ってますね。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。ものすごい人だかりになって写真もかなり撮られてました。嬉しいです本当に、はい、あとはエアサス、はい、もしよければちょっとデモをしていただければ。あ、分かりました、はい。走行車高です。あ、これで走行するんですか。はい、お客さんとにかく車高長みたいに低く走りたいっていう、はい、あ、なるほど。で、あ、なるほど。うわ、すげえ。ありがとうございます。はい、確かにエアサス組んでもこう、はい、走行の時車高そうですね、高すぎるとちょっとかっこ悪いですよね。そうですね、なんで、まあ、低く走るためにこうバネレードというか、まあ、低い車高でもちゃんとこう
足元が硬くなるようにエアバッグ大きいタイプを使ったりとかしてできる限り低く走れるように作ってまいります。じゃあその辺結構ノウハウがあるんですね。そうですね、はいはい、じゃあもうどんな車でもエアサス取り付けは AP ガレージ、はい、奥村さんにお任せください。お任せということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで今回はアイメッセ山梨で開催されたフェンダーリストの様子をお届けしました。今年後半まだイベントあるみたいなんでイベントレポートをお届けしたいと思います。それでは。